ちょうどこの時でね、もう一回終わるってなってましたからね。嫌がらせ問題だったりとか、いろんな問題があった時に相談役になってくれたのが、今だから言うけれども、ただ呼びスタッフも死ぬほど嫌いでしたよ、この時。いかに人間っていうのが恐ろしいものかっていうのは非常によくわかると思います。ここで始まりました、アマチュアチャンネルです。さあ、2020年最後の動画は、宿泊療養施設からになりますね。最後は、激動の2020年を振り返る。いや、激動すぎましたね。振り返っていきますね。今年出た動画を見ながらやってみます。はい、まず、1月ですね。どんな動画出てて一番再生されるのは何だか。あ、トイック満点講師、センター英語何分かかるが一番再生されてたんですね。そして2位が医学部ランキング。ああ、これね、全体の動画の中でも2番目に再生されてるね、細井先生との動画になりますね。細井先生強い。で、3番目がスタサップ関先生登場。そうですね、関先生が登場したのも1月になりますね。次がセンター英語の分析。当然ね、センターの時だから伸びますよね。で、スタサップ関先生ののし上がり方という形で、やはり関先生との動画は伸びましたね。まあ、一番ね、出てほしいっていうリクエストが多かった。関先生も出ますってね、言っていただいて本当にありがたいです。2021年はスタサップのひじ先生と撮れたらいいなと思ってます。で、1月で投資に辞めることが決まってますね。で、いろいろあったけど、まあ私は投資のね、先生たち好きですし、お世話になった亀子なんとかもあるので、なんか投資を潰しに行ってるとか言われますが、そういう話はしませんので、まあ一部の社員はちょっと問題が多いので、彼らがいなければいろんな先生辞めないで済むのになっていうのがすごいあるから、そこは言ってますし、まあそれをついに言ってくれた、わーみたいな講師や社員から行きましたね。武田塾に入るっていうのも実はもう決まってました、水面下では。そして2月に行って、2月一番、あ、エフラン大学の現状ってやつが一番ですね。バレンタインデーに出してんですね、これね。これも今3番目に再生されてる動画ですかね。実際私が働いてたところの話をしてるだけです。事実をそのまま言ってるだけですが、かなりショッキングだったみたいですね。で、次は日本一難しい早稲田理工の英語に挑戦。まあこれやってください、やってくださいっていうのがね、多かったんで。で、次は若手 TV か。急上昇1位取って。で、4位にまた医学部ランキングがあって、5位にまた、あと若手ですね。高田風民と東大兄弟ダブル合格への道。あ、そうですね、受かって TV で東大受験やってた時ですね。まあなんだかんだね、批判もすごい多いですけど、めちゃくちゃ伸びたチャンネルでもありますもんね。まあ2月は早慶のね、問題こんなのが出ててっていう公表をしてって、どんどん伸びてったって感じですね。もう当初辞めるって分かってたから、もう受験に関する発言はボンボンやってった時ですね。で、数学講師で契約書書かれてたから、あ、でも公開授業ちゃんと行ってちゃんとやりましたしね。まあ、2度目の話し合いは拒みましたね。話すことなどないって言って、まあね、いろいろだって動画消せってうるさかったからね。そして3月になると1位が、あ、ただ呼び開講が1位になってる。これあれ12時に出たからですね。4月1日12時に出て、アメリカ時間の多分区切りなんだよね。だから4月1日ってなってるけども、3月になってますね。いやー、まあ大変だったよね。まあこっから正直言ってしまえば地獄の日々が始まるっていう感じです。で、3月1日に森鉄投資に辞めますってやつね。もうこれだから次年度のパンフレットになんで写真載ってないんですかっていっぱいコメントが来ちゃったんで、しょうがない、もう発表するしかないって言って発表したやつ。で、3月31日が、さよなら投資ですね。一番再生されてる動画です。と、3月7日に、そう、吉野先生の動画出て、もちろん、ただ呼びの伏線になってる動画ですね。で、次が、日本一難しい早稲田理工にニックが挑戦したやつですね。ホワイトデーに出てる。で、なんか皮肉なことに、ニックは投資に入り、僕は投資を抜けるっていうね。そういう感じ。お金ではなく挑戦を選んだって感じで、4月はまたさよなら投信とただ呼びが1、2で、で、そうですね、武田塾を加入しましたっていうのはね、4月1日の6時に出てるんで、武田塾でも年間一番再生されたのが自分の動画じゃないかな。2019年2020年2冠を達成したんですよ、確か。で、まあ一応ね、日本一有名な英語講師になるっていう宣言をしてて、もうなったんじゃないですかみたいなコメントとかも来てましたけど、いや、まだ僕の目指してるところでは出ないんですよ。で、中央大学商学部2020年、あー、中央の問題ね。ざけんなーってか、捨てはぎ意識してる。で、5位が宋先生登場と。あー、はいはいはい。この時にね、ただ呼び入るっていう風に決まって。てるんですけど、むちゃくちゃ大変でしたけどね、この辺もね。毎日3時4時までやって、フラフラになりながらやって、それでも批判はいっぱい来るし、
こちとら一切お金ももらってないのに、いろんなとこから攻められて、あといって組織の内部も調整して、ちょうどこの時でね、もう一回終わるってなってましたからね。ただやめないでくださいってね、説得したりとか、編集マンの教育から編集マンへの振り込みまで私やってましたからね。全部やってマイナスでしたからね。支出だけが多かったっていうね。ここまでの地獄を味わなきゃいけないんだなっていう苦しみはすごかったですけどね。まあ本当は新しいことをやると本当にいろんな人は悪人扱いしてくるっていうね。すごい無料で提供して、こっちも何もお金もらってなくてもこんなに叩かれるんだっていうね。まあまあまあこの後もそうですけど、今年は本当人間の恐ろしさをたくさん味わいましたね。はい、続いて5月、あ、韓国大学ランキング1位、あ、彼氏さん元気ですか。で、たやべ理系チャンネル指導ですね、長島先生。おー、はいはい、ここだったんですね、長島先生。で、1学期英語勉強法、はい、あ、で、3月収益公開で、国連特 A 級に受かった勉強法。へえ、その場で作った動画なのに、もう今日出すネタがやばいなくなっちゃった、今作んなきゃって作った動画だったのに、何が当たるか本当わかんないですね。で、次が最強の英単語暗記法、ぐるぐる勉強法ってやつですね。まあこれ、ただいまのスタジオで撮ったやつですけど、この後に出てくるあのアイドル企画ですね。あかりんとか、滝野さんとかに向けて作った動画だったんですね、実はね、これ。あかりんのトイック講座が始まるのに、トイック講座がないのはおかしいからって言って、トイック講座撮ったんですよ、実は。そんな裏側があったんです。まあ今は、あのメンバーシップで流してますね、トイック講座は。はい。で、新川総慶治先生、ただ予備加入。めちゃめちゃ大変でしたけどね。これを実現させるまでには、もう裏では死ぬような努力がありましたからね。いやー、めちゃ大変だった。次はトイック公式模試が無料で受けられるよ、あ、ありましたね。模試の生放送もやりましたね。で、ウィキペディアと投資ウィキの内容をチェックしてみた。あったね、これね。面白かったですね。むちゃくちゃな内容がいっぱい書かれてね。次、英語リスニング勉強法と。やっぱ勉強法は強いですね。最近出してないけど。続いて7月。で、あー、灘高の実情ね。はい。弁護士の井上先生。動画でも1位ですし、リアルにもお世話になっております。嫌がらせ問題だったりとか、いろんな問題があった時に相談役になってくれたのが井上先生です。はい、本当ありがたいですね。次は東進時代の裏話を吉野先生と総先生と語る。はいはいはい。あー、この林先生に抜かれた日っていうサムネがね、ちょっと物議を醸し出したやつですね。で、次、早稲田文学部入社無理ゲー。はいはいはい、ありましたね。もう教育学部バージョン取ってありますね、これね。まだ出てないですけど。で、次は入試問題が難しい学部。やっぱり医学部強いですね。で、次は西教授先生にポレポレの魅力を聞く。ほぉ、西先生のやつか。で、8月。まあ、一番伸び悩んだ時ですね。半沢直樹のキャストは高学歴だった。なんだかんだやっぱ学歴強いですね。で、ああ、はい、話題になってた横浜国立大学個別試験廃止ね。はいはい、共通テストのみになるよってやつね。で、たわしさんの勉強法を見直すってやつ。はいはいはい。で、6月収益公開、収益公開先生。お疲れ様でしたって、ああ、はい。長島先生に向けたやつです。あ、8月31日、たったの1日だけでランクインしてますね。そうそうそう、長島先生が辞めた時ですね。まあ、衝撃が走りましたよね。で、9月に入ると、開成高校の入試問題解いたり、灘の入試問題解いたりね。で、菊池さんと慶応法を戦わせてみたりとかね。で、中央小学部2016年捨て上げが解いた問題を解いたりしたし。で、ただ予備に田中先生が加入しましたですね。で、ここでもう嫌がらせがピークに達して、もう数日後には僕が辞めることが決定してます。むちゃくちゃでしたからね。この後もうありえないようなことがいっぱい続きます。でも何も喋っちゃいけない。で、こんな地獄のような毎日3時4時までやって、これ6ヶ月間やってるわけですからね。3月の終わりからその苦しみを毎日味わっている中、でこんなにやってきてるのに嫌がらせをたくさん受けて、でそれがどんどんエスカレートしていく。で、ただ呼び側は僕を守る方にはいけない、僕の方にはついてくれない、こんなのやってられるわけがないって言って、で辞めると。10月10日にはその公開授業っていうのがあるから、その前に絶対発表しなきゃいけない。でも炎上するのは分かってるわけですよ。地獄の1週間私はめちゃくちゃに炎上するんだなと思いながら過ごす地獄の日々。だ、炎上後もめちゃめちゃ叩かれてへこんでるけど、ここの炎上までの間も今だから言うけれども、だ、ただ呼びスタッフも死ぬほど嫌いでしたよ、この時。で、被害者を突き放して加害者を守ったからね。で、言ったのにこっちは そんなことをするんだって、自分たちのやってること分かってますよねって言ったんですけどね。
で、でも逆らえないって言って、じゃあもうやることはできませんって言って。で、その後に事務的なこといっぱい聞いてきてね、もうこんなに血も涙もないやつなのかって思って、今考えるだけでももうね、ほんと許せない。それで言って何も言うなっていうので、もう地獄の苦しみでしたよ、これ。この苦しみはね、もう誰も味わうことができない苦しみだよね。まあ、その後、ただ上側とはね、お和解しましたけど、あの仕打ちは忘れられないと思いますね。つかこまの問題挑戦したやつね。はいはい。そして今回の炎上について、あひらさんがすごい頑張ってやってくれたやつですね。まあ、これらのね、動画のコメント欄ぜひね、見てもらえれば、いかに人間っていうのが恐ろしいものかっていうのは非常によくわかると思います。で、大興奮全盛期の予備校パンフレット、あ、鈴優とね、いよいよ始まりますっていう、自分が授業動画上げてきますよっていうやつ。いや、まあ、ここで激動の10月、9月10月が一番辛い時ですね。だって未だにここで離れていって、ああ、もう言ってた無責任でとんでもないやつだって言って終わってる人いっぱいいますからね。その後の動画見てないから、未だにそういうコメントも来るし、ああ、やっぱりな、みたいなのとか、まだ来るんですよ、コメント。11月は、ナダの問題とか、トイック。あ、大二郎さんね。トイック、英検。英検面接伸びますからね。で、12月のやつで、はい、タワシさんの模試結果発表。これすごかったですね。あっという間に10万再生いきましたよね。で、ただ呼びをやめた理由。これもね、ぜひ、チャット欄残ってますから、プレミア公開した時の、いかにやばいかっていうね、人間たち。すごい非難殺到したっていうね。なんか、なんていうか、読解力っていうのがない人にとっては、わかんないんですよ。で、しかもプレミア公開で途中から見てる人たち多いから、何が何だかわかんないってなって、何も言ってないじゃないか、みたいなね、批判がブワーって殺到する。で、その後、やっぱりちゃんと意味がわかる大人たちが見始めて、信じられないと、なんでこれを批判するんだっていうのが、まあ、流れが変わった感じですね。プレミア公開してる時は佐藤幸雄先生と見てましたけど、いや、これやっぱりね、わかんない子たちは叩くだろうねって言ってましたけど、人のヤバさを見たい方は。で、灘高の入試強いですね、やっぱ灘高。そして、田橋さんの、あ、生放送の方ですね。もし解いてた。で、最後にそうです。コロナにかかりました。今、高評価が多分すごく多いと思います。最初は低評価すごかったですからね。未だにやっぱ批判の声とかっていうのもある。いや、だからもうね、人間の怖さを本当に味わった2020年だと思いますね。ここまで人は人を叩くんだっていうね。すごい時代だね。ネットっていうものが便利になった分、匿名の恐ろしさを味わったって感じですかね。そういった2020年でした。こんな辛い年はもう嫌です。来年はいい年になると願ってというか、自分で動かなきゃ変わらないですからね。まあ、どういった形でやっていくのかは、楽しみにしていてください。いろいろと発表していきますので、はい、楽しみにしてください。まあ、人生何が起こるかわからない。良いお年を。はい、Thank you for watching.